ああ、こんにちは。レベル9からです。0だと0。うん。1だと。やめてくれよ。1の時マイナス82。2の時はマイナス6。めちゃくちゃだな、今回。3はマイナス80。The help menu is different each level. Consult it often. Different each level. 何のこっちゃ。いや、ヘルプはあんまり使わない方がいいと思っている。法則がなくね、なんか謎解きみたいな感じになってくるのかな。数学じゃなくて。線形のグラフにはならないようなギョン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 、へんてこな感じなのかな。グラフ書いてみると、うわー、一つ飛ばしの可能性がある。0、2、あ、4が押せない。6だと18、6、7、8、9、10だとマイナス30。3倍、偶数の時は3倍、マイナス3倍かな。10だとじゃあマイナス30、あ、マイナス30、偶数だと、偶数だとかけるマイナス30、あ、3か。で、666が作りたいんだから、マイナス3、あとマイナス222に入れてあげればいいのかな。マイナス222666。うん、なるほど。なるほどね。多分偶数奇数で今のは全然グラフが別物だったような気がする。さて、次。まず0。うわ、すげえの来た。なんだ、なんか見覚えがあるような割り切れないのが出てきてるじゃん。0から始まってなんか割ってんの？恐ろしいね。1。そんなに割る数変わってなくない？だんだんマイナスの数字が小さくなってる気がする。10だと12、100だと37、1000だと、あ、でかくなってるね。ちょっとグラフ見たい。このグラフ使え。でもなんか一直線にはなってるよな。ちゃんと関連はあるっぽいよね。何かしら関連はあって、でこれが666まで行ったところだから1000よりもっと上なんだけど、どうやって当たりをつけていくかかな。そこは法則を見ていかないと分かんない。1万まで行くと超えるけど、そんなに行くんだ。あー、分からねえ。ごめんなさい。5000、2760、5000でもでかい。さっき1000で537だったから、じゃあどのぐらいだろう。2000ぐらいだと1009じゃん。2000で、1000から2000の間なのは分かった。1000から2000の間に666が入るっていうのは分かった。じゃあもう一回1000のと、でも割り切れないんだよね。5、これな、これいくつ。5E+3 ってなんだ。5000かな。5000の時に2760、割り切れてるポイントに注目してみたい。1000から、まず1000から2000の間に答えはあるのは分かる。でそっから
どんどん絞っていってもいいんだけど、何か関数は知りたい。この間に666がいる。この間に。これ前回のか。で、もう一回もう一回。1500だったら815。1500だとでかい。割り切れポイントを探したいな。760割れた。1400から、でもなんかすると760だけど、途中で割り切れないものが出てきてるから、1400割る何かみたいな感じだと思うんですけどね。それっていくつ？1400を何かで割ると760、割る2じゃないもんね。そんな綺麗な数字じゃないもんね。ここで電卓が、リアル電卓欲しいんだよね。隣にリアル電卓出してもいいのかな。出してもいいか。出してもいいだろうけど、もうちょっと頑張れないかな。1400を何か、ちょっと待って、これ0の時点ですでに何か出てるんだもんね。元の数字に何かを足して何かを割るみたいなことをやってるのかな。でプラスマイナスは反転しなかったから、マイナスで割るみたいなことはしないと思う。ってことは何かの数字、元の数字にマイナス何かみたいなことをやったものを何かで割るみたいなのがぽいかな。1400よりも小さい。1100ぐらいだと593近くなっちゃった。1100よりもでかい。で1100は割れなくて、1400は割れて、こういう数字の残り方って何？ 3で割るとかなの？ 10 を3で割ると3で3333みたいなの来るよね。3で割ったりしたりしてる？なんかまだこれだみたいな。うわ、近くなってる。なんかどんどん、でもこのやり方で近くなっちゃってるね。1200と1300の間だ。1200と1300の間。なんかこれでだいぶ絞られちゃった。計算しなくても絞れちゃう。676近いな。1240あたり、なんかそろそろ来そうな気がする。うわ、近いな。1230。めちゃくちゃ近いな。こっからいくつ上げてもいいけどさ。1231。行き過ぎた。行き過ぎた。ちょっと待ってくれ。マジでか。小数点いく？ 1231 と1230の間。マジでか。マジでか。ここ来たな。小数来たな。小数来たか。点5より上。点7より上。あれ ?1231。あれ ?1231。あれ違う。1231。だよね。上だよね。1230.9。 これ3で割れそうな気がする。あー違う。でも点111のところが
これで半減してる臭いくない？ 1,2,3,1 から 0.1 減ることで小数点以下が割る2になっているように見えた。割り切れる？これってこれ2回使うとダメなのかな、もしかして1回だと割り切れない数字が2回入れると割り切れたりするとか、 1,2,3,0 をさまよってみてダメだったら二度押しとか考えた方がいいかも。 1,2,3,0.9 よりも下でしょ。8で多分 0.22、0.11、0.05、0.002、このぐらいで、あれ違うな。違ったね。うわ、溶けちゃった。溶けちゃった。1,2,3,0.8だった。1,2,3,0.8で666。な、666を2倍するといくつ？1,3,3,2。1,2,3,0だと 102.8 引いた、 102.8 引いただ。でも小数に並べな。あら、今のはよくわからない。今は解けてしまったけど、解けるならいいのか。ま、多分 Steam のガイドかどっかに答えの数式はこれですみたいなのがあるだろう。それを見ましょう。次、11。まず0。0でマイナス5。ただの掛け算とかではなくて、マイナス5が出た。2度掛けしてみようか。マイナス10。5、10。3回やるとマイナス15とか。あ、違う。65。マイナス5する5 10 65。65。1はマイナス4。引いてるようにも見えたけど、それぞれ3、この3つの時の説明がつかないですよね。100、あ、全然違う。100いくの怖いな。 10ぐらいで45。44。偶数奇数とかは関係ない。94。またあれだな、9から10ですごい飛躍が発生してるやつだ。9で4、10でマイナス45。9でこれ数がプラスになってるのはいいのか。マイナス5してるからだ。一桁だとマイナス5っぽい。一桁の時は2桁になると またルールが変わっていて、10でマイナス45、
桁の時のルールは10でマイナス45。引く55か。じゃあ3桁の時にマイナス555。999を入れて444。だけど666を作りたいので、666を作るってことは4桁になってしまう。4桁になると多分5555引かれるからそうなるよね。666でストップをかけるには何かをすると、666555を引くと666はなんか成り立たない。555足すと1221かな。これダメだもんね。うん、このグラフでどうやって666を作り出せるだろうか。なんかまだマイナスの時とかやってないのかな。マイナス100だったら予想だとマイナス655。あ、なるよな、なるよね。555引いてるっていうのは合ってるんだけど、桁を変えることってできるかな。4桁の計算をした結果666になるみたいなのってできるかな。何かから5555を引いたら6666になる。あ、できるかもしれない。それ666に5555を足せばいいので、1226221かな。6221で実行すると5555引いて、違う、あれ、なんか間違えた。足すんだよね。これ5足す6で11。あ、ちょっと待ってよ、なんか計算間違えてるか。5足す6で11、5足す6で11、5足す6で11、6221じゃないの。6221じゃないのか。1334になるのはなんで。6221に何をしたら1334になる。6221に何かをしたら1334。解けそうで解けなかった。
桁を変えないルールがなんかあるのかな。4桁の時に4桁を維持するようになっちゃう、なんかルールがあるのかな。2桁から2桁で55引くんだから、例えば56でやった時に1になるはずなんだけど、なるんだよな。あれじゃあ俺計算ミスかな、単純な電卓出そっかな。電卓電卓66655556221だよね。621から555を引けば666だよね。あれでも許されないんだよな、許されないんだよな。なんかルールがまだ違うのかな。9999までいくと4444だから666になるには数式は合ってるはずなのだ。何かが間違ってる。6000から5555を引いたら、あ、違うね。なんか違うね。1555はどうやって作ってる。6000から4445を引いてる。4445ってなんだ。4445、このルールはでも知らんルールだよね。5555を超えたあたりからルール変わってたっけ。変わってねえんだわ。5556までルール一致してるのに6000台になってきたら変わってる。5999は5555引いたら444なんだけど、なるね。5999まではルールが一致してて、6000になると445になるはずなんだけど、いや、これずるいな。ここで急にルール変わってきてんね。そういうのあるんだ。4445なんだとしたら、4445なんだとしたら、4445に666足した5111が、5111に4445を引いたら444 5111から444って466なんだ。なんだこの数字は、なんだこの数字は。引く、あれ、引く数がなんか、あれ、引く数が、あれ、引くあれ、引く数がなんか変じゃない。引く数がおかしない。
で666が出てきた。なんで？え、じゃあマイナス444入れたら勝てるのか？なんで？だろう。かな。あ、でも500からルール変わってるなら違うかも。そんな簡単ではなかった。そうだよね。数字のなんか範囲によって全然ルール違うんだもんね。どこまで行ったんだっけ。6221、一番666に近いのは何？近いとかないの？近いとかないですか今？ないか。5000、どっからか、どっからかルール変わったんだよね。どこだっけ？ 6000 からか。6000で突然数字が上がっちゃったんで、5999まででやってたマイナス555のルールは効かなくなりました。6000で1555でしょ。6001だと1554。部屋今度減ってるんだ。減っていって7000まで行くと2555。今度はふ、ん？今度はふ、え？今度は増え？え？今度は増え？え？今度は増えた？6000から減り始めてたんなら1444。6000台ではいけないよねこれ。6001で1554で、そこから6999で100下がって1444だったら6000台ではないよね。7000台も入らないよね。ここですでにこんなにでかくなっちゃってると4000台でもマイナスいくでしょ。4999もマイナスですもんね。これの2回掛け、これの2回掛け、5999、ま、なんで2回掛けが、2回掛けあたりが辛いのかな。1回やった計算結果にもう1回これを適用させてるっていうことでしょ。ここが怪しいと思うんですけど、ここなんですかね。どこだどこだ。あ、こうか。違う違う。マイナスにマイナスやったらもっとマイナスいくよね。これは999になるはずだよね。プラスマイナスは関係ないと思いたい。900の2度掛けは1回900にかけると900-555で345でしょ。345にもう1回555をいけると210になるはず。ならないはー、ならない。ならない。マイナス555が2回入るわけじゃないの。2回掛けのルール10だったら1回やるとマイナス、あ、55か、だからマイナス45になるんだけど、マイナス45にかけたら
マイナス 100？ 違う。え、なんで？マイナス45にマイナス55をやって910になることはおかしいから、あれ、僕はなんか大きくルールを勘違いしているのかな。今回30分ルールを完全に勘違いしているのかもしれない。マイナス5ルールが使える時とか使えない時とかある。すごいぞこれ、すごいな。もっと難しい。1に2度掛け、マイナス9、マイナス5、マイナス5。これは分かるんだけどね。マイナス9に1回掛けるとマイナス14、マイナス14に1回掛けると55だからマイナス69だよね。で、マイナス9に2度掛けしたら69、マイナス69になる、なるんだよな。そこは合ってるんだよね。そこまでは合ってる。これなんだ、ヘルプ、ヘルプ押す？ヘルプになってるのかどうか分かんないです。レベル8を思い出せって言われた。レベル8ってなんかなんだこれって言ってよく分かんないですで終わったとこじゃなかったっけ。うん、マイナス、プラスマイナスキーをこれの後に入れると、動きが変わる。あ、なんだそれ、なんだこれ、マイナス計算機で結果を全部反転させるみたいなことをやるの？10999、これ入れると444でしょ。その結果にマイナス、これを入れる、あれ違うな、どうやって入れたっけ、さっき分からなくなった。ここが今変わったんだよね。999にここでなんか型変わってるんですよね。これはこれとマイナス999の結果とちゃうの？これはマイナス999にマイナス555してるからこうなるけど、ならなくない？こんなの。あら、わからないわ。正の数だとマイナス55だけど、負の数に対しては結果が変わる？変わるねえ。負の数に対してこれをかけると全然違うものが出ますね。25のマイナス710ってなんだ？710
7.6 ワット、かける7.6かける7.6みたいなことある？マイナス100だったら655、これはマイナス555なんだよね。マイナス101、マイナス25のところにはルールがわからん。55じゃなくて、マイナス24だと31、マイナス25だと710、マイナス26だと711。マイナス25で710、マイナス26で711だから、ここはまた一緒なんですけど、マイナス711にかけるとなるよね。711に555を足すになるの、これって違うな。711からマイナス555を押して、ん、これはマイナス、ん、7、あれ、これなんかちょっと計算順が違くない？711をマイナス555した結果にマイナスをくっつけるっていう動き方してない？はあ、マイナス6221に、6221にこれのマイナスだと、あれ、こうじゃないな、こうか、6221に555を引いて666になって、でマイナスがついた状態。あ、違うな、そっか、6221の時はそもそも555ルールじゃないからだ。ないからだ。わかんないね、11。よくわかんない。ちょ、一旦ここまでにしましょうか。